がですね、会場として、まあ、いろんな設立等もちょっと、まあ、ここではちょっとまだ、伏せさせてはいただくんですけども、いろんなちょっと計画とかが、まあ、ありますので、そういった形で、まあ、警護教祖様を、まあ、神として崇めつつ、まあ、団体としては、この地球上において、運営というのを、まあ、多角にちょっとやらさせていただこうかなと思っております。はい。ですから、まあ、教祖様に関しては、まあ、そういう、まあ、ちょっと、こちらでは話せないような、まあ、いろいろな込み入った話もございますので、まあ、計画が固まり次第、そういった、まあ、いろんな流れもございますから、まあ、教祖様に、まあ、そういったお話もちょっと、いろいろさせていただこうかな、というふうには予定させていただいておりますので、まあ、ちょっと、いろいろ、まあ、別ラインで、まあ、警護教祖様もいろんなお話、まあ、ちょっとお忙しい中、ちょっと大変失礼とは存じ上げてましたが、ちょっとこの場を借りて、まあ、正式表明として、ちょっとさせていただこうかなと思いますので、まあ、はい、一応発表ということで、こういった形で、警護教団が、組織として、これから活動していくっていうような、まあ、一応、まあ、展開をさせていただくっていう感じでございますかね。はい。うん、はい、です、はい、すいません、お忙しいところ。ですので、まあ、一応かなりの巨大組織になる